どうもおはようございます。いよいよ、オリンピックの聖火が日本に来ますね。長野でもってね、聖火リレーがというんです。長野からどこまで行くの？いやいや、長野の中をね回るだけなの。回るって長野全部じゃないよ。もちろん全部じゃない、一軒一軒こっちはつって行くわけないんだからね。いやいや、だ東京でやるのか大阪でやるのかって。ああ、それは全然ないの。長野だけ、ね、日本に来ればいいの。長野オリンピックやったんだから、そこでそういう縁もあってね。小坂のとこだな。そうよ、小坂健二君のとこだけどもね、警戒がね半端じゃない。何、30万人ぐらい来てんの？じゃあよ、見る人よりも、ね、これを妨害されたらいけないというリレー 200m ぐらいですね、何十人かでやるんですがね、そこはどう何が起こるか分かんないんだけど、世界中みんな、ロンドンパリだろう。だっていろいろインドなんかでもってやってんじゃねえ。だから今だインドだって荒れてますよ。だけど日本でもろくなことしてないもん。よくないもん、あんな人の国に干渉するなんて。中国はだからそれはチベットの問題ね、だけど抗議デモをするのは自由ですが、しかしね、成果をね妨害するのはね、これはやっぱりやっちゃいけない。もうせっかく盛り上げて、ダライラマ14世が言ってんだよ。だって無視しちゃいいじゃねえか、あんなもん誰も見ねえで。いやだって、しょんべんして寝てる。これから盛り上がるセレモニーみんなが見たいという、そっから始まるんだよ。しょんべんの話とか してないよ。いや面白いよ、聖火にしょんべん引っ掛けるなんていうのはね、聖火ションっつってね。そんな上までしょんべん行くかっつうんだよ。いやいるよ、俺の友達でもってね、あのバーでね、ガブ飲みにしてね、ピューッと上までやるの。上って聖火はこうだよ。だから高く行くだろうっていうことにおいては行くっていうことに。じゃあ、ね、命中するか。だからそのぐらいやるなら命中なんてわけないよ。そんなわけない。あの聖火の火をおしっこで消せるか。何が痛いの、ちょっとやろう。お前いくつになった。いくつじゃないよって。どうしてこれじゃれてんだよ。問題は、いやちょっと問題はない。だからね、長野はね、だから警備がねすごいね厳重で、イベントも中止するしね、スタート時間のね学校こう女子校が、なんかあの全校児も閉めて、なんかそうそう、その通り。だからそのぐらいにピリピリした厳戒態勢。長野駅も閉めちゃって。駅は閉めてないよ。そこだって、聖火通らリレーしないから。それよりもさ、陣さんね。ない。谷なんだっけ、やわらちゃんと、ああ柔道のな、ね、決勝をたまたま見たの、それで見事に投げ飛ばされちゃったの。そうそうそう、若い選手で、それがあのオリンピック代表になって、そうそう、勝った彼女は一体どうすりゃいいの。いやだから勝ったのは次があるからという理由で、勝ったやつが落ちちゃうという、この矛盾だよ。それを平気で受けてるこのやわらちゃんって、いい年こけんあったあのババアね、ババアでない、ババアじゃねえ、ババアぐらい、それでね、恥も外聞も誇りも何にもねえゲスな女だね、あれは。だけどね、いや俺は負けた彼女のためにね、それを支持するためにみんな言わないんだもん、やわらちゃんやわらちゃんって。心では思ってるよ、俺もその通りと思ってるけど、バカバカしいから相手にしないんだよ。それは行動というのは、言葉に出したり行為に出したりするのを行動と言って、この中に入れとくものは行動でも何でもねえんだ。だけど行動に出すほどの値打ちがない女だと思ってるから、所詮ね。いやそうじゃないよ、ママでも金とか谷でも金とかバカなこと言って自分のことしか考えてない女なんだよ。だから常にどの競技でもオリンピックの代表選手を選ぶときは、今度の水泳もそうなんだよ、いろいろ微妙なとこあるんだよ。だから微妙でも何でも、タイムのいい方をね、先にやはりゴールへ入ったのは勝ちだっていうふうに決めてあるならいいよ、ね、それはね、こんなわずかなところで本来こっちが優勝なんだけど、偶然にこの若者に負けちゃったって、これ負けちゃったんだらしょうがないですよ。ただね、国内における勝ち負けじゃなくて、国際舞台に出た時は今までの実績とか度胸とか、ね、いいよそれは、いい、何度言ってもいい、だけどいい、このなんていうの、推薦会というか、そこで調べる選考のな、選考のところでね、それを言わずしてね、彼女に言っときゃいいよ、あんた勝っても入れないんですよと、言っとくんなら、負けても入れますよと言ってやったんだ。そうじゃない、相手の女にだよ。相手のか、相手の選手に、あなたは勝っても入れないんですよと言っとくなら、いくらか納得がつくよ、不愉快だけど。それをね、あんな態度をとってね、彼女怒り心頭に走ってるよ。いかにもつってね、あまりね、ここで怒っちゃダメ。いや長いんだ、いや50分あるんだ、初め山田声が出なくなるから。出なくなったね、あんたあそこに、なんかあのサイバー大学ってのやってるのがいるだろ、あれ吉村君か、そうかな、そんなような名前だ。今日その辺にうろちょろしてたから、そっちに任せるから。あ、任せるから、分かった。でも最後言うよ、一言、彼女、物事を信用するな、負けた、勝って負けたやつな、それいいよ、とにかくいい加減だよ、あなた黙らざるを得ないっていうのは非常に悔しいというのを分かってる人たちが多くいるということで、いくらかまあ和らげるとか、和らげるものはつまんないね、まあ人生頑張ってくれよな、
俺が悪かった、うん、俺が選考委員ならこんなことしないよ。なるほど、やわらなんて出さないよ。分かった、そこでやっと分かった、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます、市平陽子です。いつも番組をご覧いただきありがとうございます。4月20日は穀物の成長を助けるという穀雨です。番組では雨の中で歌い踊るあの名画も登場します。男子陳平の言いたい放題、まずはニュースからどうぞ。さあ、今週のニュースありすぎて困りますが、大体のやわらってやつは負けたくどいよ。それでね、ハレンチな、分かったよ、盗人やろ。だ谷より盗っとは言い過ぎでしょ。盗人だよ、だから勝利権を持ってちゃった、ね、そういう意味でね、でもね、小泉さんがね、とにかく言ってしまえばバカやな、どうぞ聞いてる聞いてる。俺はあの聖徳太子みたいなもんだから、いろんな人のことをしない。じゃあ大体谷なんで、あれを受けるってのはすごいね、受けるパフォーマンスで相変わらずね、すごいんだよ、受ける自分として断るべきですよ。小泉さんはね、やっぱりね、彼のね、一挙手一投足が世の中を騒がせるんだよ。非常識、くどいよ。くどいよ、言わなきゃ分かんないよ。もうあれだけ言えばみんな分かってるよね。くどくなければいいって問題じゃないんだよ。くどく言わなきゃダメな問題もあるんだよ。君個人的恨みでもあるのか。いや、そうじゃなくて、ないんだろ。くどくくどく、他党を攻撃したり、くどいことってある時必要なのよ。それは必要。それがね、彼女に対するくどくなんだよ。そうそう、前のやわらくどくだした。いいシャレですか今のは。黙って聞きなさい。黙って聞きなさい。ダジャレなんてのはね、言い直すもんじゃねえんだよ。いいダジャレですね。なんで、それで小泉さんがね、いや動いてるんだよね、あの人。小泉だって動くよそれ。水面下でね、動くような政治の駆け引きが今やね、表に出てきたというところが時代が変わったんですね。で、小泉さんいろんなところでね、神出鬼没に出没して受けることを言ってる。どうして急に動き始めた。それは政局がいよいよ煮詰まってきたと。じゃあもう一回首相になろうなんて。いやいや、煮詰まるってどういう意味。煮詰まるってのはいよいよね、逃げ道がなくなって追い詰められてるような、そういうことなんです。自民党、福田さんが、自民党よりも福田さんがね、福田内閣、しかも民主党は小沢さんたちは追い込んでいくぞと、こう思ってる。それがだんだんね、はっきりしてきたんですよ、雰囲気が。小泉さんがね、言ってんだよね、すごいね、民主党の連中も、民主党の幹部クラス呼んだり、自民党呼んでね、それでね、すぐもう堂々とやってるの。つまり民主党と組まなきゃダメですよと、君たち気持ちがあるならばこっちへいらっしゃい。あれじゃない、民主党、自民党と組まなきゃ、自民党と民主党を組めよと、真ん中に第三の政党を作ろうとしてるんじゃない。いや、そこまで言ってません。小泉さんってね、そんな面倒くさいことしませんよ。新党を作るってそんな簡単じゃないんだよ。あ、そう。お金もいるしね、建物もいるしね、なかなかそう半端じゃない。でも麻生さんがそれをしようとしてるとか、それにくっついてる中川翔一先生とか、それにみんなくっついてやろうとしてる。だけどね、くっついてやるってこと決まればね、今は開いてるうちはあんだから、またまたって電話引き合わせるの、みんなが師匠呼んで。そうか、最初は。そう簡単じゃないのは、選挙を控えてて、選挙は小選挙区制ですから、そんな簡単なもんじゃないですよ、新党ってのは。だって大体こう割り振ってるでしょ。その言い方に、そうです、その言い方は肯定すればもう全部できてなきゃおかしいよってことになっちゃうよ。ポスターから何から全部。ああ、できてやってますよ。もう街に貼られてますよ。いや、ハンコは押してねえだろ。いや、ハンコ昔、証紙を押すってのは昔なの。今押さないの。今そういうのないの。昔偽物ができるな。偽物ってことないよ。ちゃんとした企画に基づいて貼ってますが。あれ片付けてんのかね。え？数えてんのかしら。いや、数えてないよ。だから前はね、貼らしてくれないから。ま、前はそのこれがないと正式じゃないっていうから。で、今なくてあれだったら。あれ売り返したやつ。そうですね。何枚やったってわかんねえ。今はね。今はいいの。だからいくら吸ってもいいんだ。いいんだけども、選挙と5000億吸ったって構わねえんだ。吸れるもんなら吸ってこい。吸ったって構わないんだ。構わない、構わないけどもね、選挙だというふうに。この間3000円すられたことある。
ずいぶん前だけど。たった3000円でガタガタ言うな、いくらでもやるよ本当に。あ、すいません、ないやないや、ズボンが消えたもんさっきね。いや、それでね、小泉さんが、ね、小泉さんが、まあ、両方から集まってこいやいと、平沼も来いやいと、とんでもない、うん、平沼たちを牽制してね、郵政民営化に反対した平沼とか麻生とかそういうのは嫌い、あ、だから別の勢力を作りたいというような気持ち。いや、今先生が言った通り、ね、第三勢力になるよ。でもそれは新党じゃないの、民主党と自民党の一部が寄り集まって部分的な政策連合をするという可能性を言ってるんであって、でもそれはなく新党に近いじゃん、限りなく。違う、所属はちゃんと自民党あるいは民主党にいる、そういう新しい時代の形。じゃあ造反じゃないですか。造反は国会で党の決めた方針に反対すれば造反ですよ。でも動く場合には造反じゃない、政策連合を作った上でやる。そうか、だから陸上の話が共産党と飲んだって別に造反にならないってことは分かる。造反にならないけど共産党の方がそれは断るけど、ね、まあ断る。いやいや、民主党の場合はね、はっきり言って自民党と大差ない。ただで飲み食いできれいっちゃうってこと。そのレベルじゃないけどね。でもね、今のいい話出た、麻生さんがね、ポスト福田を狙うのは一番近い立場にいる。で動いてます、麻生さん動いてます。でよそのね、派閥の連中とこうやってますから、麻生さん最短距離、うん、ところが小泉さんは麻生さんと組むのが平沼武雄で、平沼武雄は無所属ですから、うん、新党を作る可能性はあるんです。あ、ね、お金は5人でも10人でも自分が何とかするんです。おー、すごいね。でも政党ができれば政党助成金もらえますからね、うん、年末何人いるかの問題ですから。だからこの、あ、年末で決まるの。あ、そうですよ。じゃあ今はもう別れてももらえるんだ、うん、あの別れても途中で別れても1月1日現在の所属議員の数によって政党助成金は配分されますからね、うん、じゃあ少しでも出てってくれた方が、で出るとか出ないじゃないよ、政党にとっては得なんだ、うん、まあそう、金持ってないったらそうだよ ね、15人に作っててね、うん、それだけもらってて、うん、みんな言えなくなって悪い人に言ったら全部15人入るっていう総取りだもん。かつて小沢さんがそれに近いことをやったんだけどね、うん、まあそれは置いといても、うん、麻生さん最短距離、うん、ところが小泉さんは麻生憎し平沼憎しというようなつもりがあるから民主党を呼んだりいろいろして、うん、次の総理大臣は誰だと聞いたら一応その本命は小泉孝太郎じゃねえか。あれは俳優だよ。俳優か、うん、役者じゃねえのか。役者だよ。だから石原の子供も俳優やる、声優もいるじゃねえか。いつか、また何、小池百合子先生。その通り、それは小泉さんが名指したの、うん、前原と小池手紙が書いてたんじゃねえか。だから個人的関係は置いといて、この際かな、うん、小池百合子と前原置いといてね、ここには2人の総裁総理候補がいるよと言ってるわけだ。総裁じゃない、総理候補がね、うん、いるよと言ってるんだから、これはね話題になりました。小池百合子は本気ですから、自分は絶対なりたいしなれると思ってますから。誰が、そう、日本で初めての女性の総理大臣。そうだから、これは本気、本人は本気ですがね、そうはなくなるんだよ。よろしくお願いします。ファンレターじゃないんだよ。あの、もしあなたが総理大臣だったら、うん、民間で大臣、うん、文部科学大臣にしよう。それはいい、今の文部省を潰しますからみたいな。あ、それダメじゃん。潰しちゃえ、文部省はないんだから。もう文部科学省は解体、うん、分かった。でもそれじゃあダメだ。ダメ、うん、やっぱりごますらなきゃいけないな。金で買いたいっつってまあいいや、それで今日はシャレが出すぎだよ。いや、まあいいや、それで、あ、それで、ね、シャレにいちいちこだわるなよ、うん、あ、こだわるね、わかった。いや、かピンピン感じるんだよ、軽く軽く軽く、ピンピンこっちのように感じなきゃいけないの。こっちは無理だっつったじゃん。ずっと前からそれで何、誰がなるの。いや、誰がなるって、麻生さんがなりそうだけど、小泉はなんないのね。なんない、小泉さん出る気ない、うん、でもこうやってね、あの人がなる、この人がなるってやってるってことは、うん、福田さんが続いちゃうってことじゃない、うん、そういうことも読めるけども、歴史的に見るとそうよ。ただね、たくさんいるとね、福田さんのね、一番不利だと思われてる人が生き埋めちゃう、うんうん、それは両子両友相打つという場合、うん、第三がの男がと、そういうのは歴史の事実があります、うん、ありますけどね、福田さんの辞め方次第なんですよ。解散して総選挙になってね、政局が変わる、つまり政界再編になるか、それとも福田さんが総辞職、解散か総辞職ですから。もう総辞職したらもうだって首相やっていけないでしょ。いや、だから福田さんはもう辞めるんだ、安倍さんが投げたと同じですよ。やっぱり、ね、それはないと思う。あ、そう、あのやっぱり、うん、あの東亜湖のサミット、うん、あのホテル泊まりたいと思ってる。それよりもそうだ、これを今日はね話さなきゃいけなかった。後期高齢者医療制度、これ言わなかったらダメだ。そうだ、後期高齢者ってなったね、うん、あれ新規高齢祭とかあったやない。古いなぁ、これこれこれ、うん、これ、あのうちにもね、保険証が来て、
ほんで保険証と一緒にね、こういうパンフレット。先生75歳以上なの？そうそうそう。サバ読んでんじゃない？サバ読んでない、76だよ。本当？これこれこれ。これちょっと映して。似てるわ、そういえば。え？似てるわじゃないよ。後期高齢者、ね、医療制度がね始まったと言ってる。これと保険証が来ただけなのよ。そういえば先生さっき怒ってたよ。何が？いや怒ったって、それは怒るよ、うん、これだけ来て、ね、怒ってるって書いてあったんだ新聞に。新聞に出てたけども、うん、これはいいけど、これ来た家元とね、誰も怒ってねえじゃん吉村先生は、はい、え何が起こってんの？これは簡単なんです、うん、あのね、新しい制度になったらいいんですが、うん、ね、お金を払ってくださいよと、うん、75歳以上の人は、ね、息子とかね、誰かの保険の中でね一緒になってて、それはもうダメですと、自分は自分で払いなさいって、こういう制度。75歳で払えるわけがないってな。だけどもそんな何枚も取らない。年金もらってるから。どのくらいね。7円と8円なら払えるけども、うん、だから少なくも2万3万なんてとても払えない。いや、2万3万の人はもっと所得がありますから、ね、これはそもそも。大体75歳で普通の人で、あの、職業ついてない人だと。あんまり年金のない人はね、1000円かね、うん、そこらです。なんかあの、死んじゃうことを言ってる人に、いやいや、それはね、私を殺すのかみたいな、それは老人をいじめすぎだというね、マスコミはみんなそうですが、うん、でもまあ死ぬ時に一番金持ってるって話もあるわね。だから残して死んじゃってどうするか分かんない。ただこれはね、年金に応じて、年金もらってる額に応じて保険料違いますから、うん、1000円ぐらいの人もいるし、うん、1万2万3万の人もいる、払ってる人も、そうそう、でいずれ俺のは76ですから、うん、もう引かれてますけども、いくら引かれてもらってるわけね、分からない。月にさ、はい、10万ぐらいの年金もらってる人で、うん、この医療保険いくらぐらい？月10万で、あ、そしたら1000円台ですね。1000円台、ええ、あ、ええ、それ10万程度と、いや、それここ書いてありますよ。書いてる？ここに書いてあるんですよ、うん、先生、ああ、ちょっと言います。だからね、怯えてるのはね、この保険証を送ってきた時に、あなたの保険料はこれだけですよ、それを年金から天引きしますよということを言ってないから、だからみんな怯えちゃったんで、いくらになるか分かんない。年間153万円ももらってる年金で、うん、そういう人いるんだ。いますよ、厚生年金。それで1万1000円だから。俺なんかそんぐらいもらってんじゃねえのか。いや、だから、75過ぎたらば、たくさん払ってたもんね。結構もらってます。今だってね、介護保険とね、健康保険、国民健康保険、これは、お宅のご夫婦は負担してますよ。かなりの金額ですよ。今度75になったらこれが来るんです。僕で言うとね、うん、3000円ぐらいだね。あ、そうですか。あの月に、年金ですね、それ。3万5000円。それは今国民年金だけだから、もっと所得がありますから。その75歳前後の人は考えるだろうけどね、全部で。前の人ね。だけどやがて来る若者、何も20代の人に言わなくてもいいけど、40代50代にちゃんと上がらせなきゃいけないね。これはね、もし小泉さんが決めたんでしょ。小泉さんの時に。なんで福田さんがそれをあの責任取って。いや、それは今の総理大臣だから責任は取れない。そこを成立させた小泉さんは悪いわけじゃないですけど、大事なことはね、年取ってるとね、1割負担ですよ現在、うん、ね、誰かが保険料負担してるから1割でね、医療にかかれるんですね、うん、病院券。そうです。誰かが負担してると、その人たちがこれからますますきつくなるであろうということも考えないと、うん、ただ私は嫌ですと、うん、年寄り死ねというのか、病院に行くなというのかというだけではいけないよという、ここも基本が あるんですよ。あ、それで怒ってたの？その部分は、ね、じゃあ普通怒るっていうと逆だよね、うん、私を殺すのかって怒るんだ。それは老人が怒ってるんです。老人だけども負担もやむなしという考え方だから。すごい老人だって。それはそうですよ、医療制度を保存するため。伊達水橋で国会議員やってなかったね。俺なんかもっとすごいもん、殺してくれだもん。どんどん死ぬ老人、師匠それ話しすぎる。いや、どんどん死ぬ老人がね、うん、増えていけば楽なんだよ、うん、そんな本当は、うん、老人って労働力もねえんだから、うん、だからそれは確かだけど、産ませて山っていうことまで言わないまでも、でも今度は、ね、それはね、ギリシャ的な合理主義、うん、エジプトの新常主義はね、うん、年取れば取るほど価値がある、うん、その経験と知恵、うん、これを社会に利用しないとどうするんだ、うん、ただ一つギリシャ人はもう何も力もないしね、ヨボヨボしてんだから早く死ねみたいな、ね、ああ、そうかそうか。で、僕はだから、うん、あのエジプト側ですから、うん、年寄りを大事にしてくれるのはありがたいけども、うん、誰が負担をするかというその経済的な面も、誰が負担をするんでしょ。だ、総合学会が負担しないよ。ダメだ、今日はここまでだ、もう、うん、どうにもなんない。キム・ジョイルがどうだった。なんと懐かしい、雨に歌えばでしょ。これは童謡みたいな曲なんだよな、元は。あの
オリジナルは1曲もないんですよ、うん、過去 の、 あの MGM の映画を、アーサー、フリードがあの作ったのを全部今までの集大成を作ろうと、うん、自分たちの作った曲を全部入れた映画を作ろうというのがもともと発想なんですよね。だけどスイングザレインはあのウクレレ弾いて並んでやるあの映画になったの、過去にもあったその話じゃないね、今回の話ね。そうですね、だから雨に歌えばっていうのも過去の映画の中でもすでに使ってて、だから最初ジンケリーは嫌がってたそうですね、もう過去にやったやつを歌うのは嫌だって言って。非常に戦後見たカラーといい、あのドナルド・オコンナーの兄貴的分のような陽気さ、デビー・レルズの可憐さ、そしてジーンの、 あの張り切ったあのあれで当たったろうな。評論家の間では評価低かった、うん、これそう、それがザ・エンターテインメントが出て再評価、うん、そこからあのミュージカルの最高傑作になってったっていう、そういう話ですね。そう、俺はもうとにかく生涯この、うん、スイングザ・レインに縛られたって言った方が変だけど、うん、ずっとたたられたというかな、うん、一緒に過ごしてきましたね。でしょう、アスティアが一番好きなのに、うん、でも作品としてはやっぱこれが一番です、うん、前々回のイースターカレードが、うん、こっちのはよくできてると思う、作品としては、ね、お前なんか監督やるけどどう思う。いや私もあの一番好きなのは雨に歌えばですね、ミュージカルでは、うん、ジン・ケリー、いや好きなのはやっぱり師匠の影響もあるんだろうけど、アスティアの方が素晴らしいとは思うんだけど、うん、映画を一本上げろってミュージカル上げろって言ったらやっぱりこれになりますね、うん、なっちゃうと思うんだ、キスミーケイトよりも、やれ二の近、二の近、キスミーケイトが、いや二の近の絹の靴下ですか、変えたやつね、バンドワゴンだとかよりやっぱこれですね、それでまああのデビー・レルズはまた現存だけど、あとは2人亡くなってます、はい、でとにかくあの説明して画面を見ようか、はい、で、2人ともあの旅芸人だ、そこでも見ようか、ちょっと旅芸人であったと、要するにボードビリアンだよ、はい、なんぞ我々だったらわーっとおしまいになるの、こういう顔をずっとやってるね、向こうの山でやるやつってのは、今もそうだけどね、まあまあそれはまあいいとして、あの2人の友達が、1人はスタントマンとしてハリウッドで働く、こっちはまあピアノ音楽の勉強をしていると、でそれが主役の女優が今度お前をその無声映画ですよ、スタントマンだからそれをやってやると、ジン・ヘイゲンって素晴らしいあの演技をするんですがね、まあバカ役をやるんですけども、それが声が悪いんですよ、アーティーカーみたいな声なんですよ、だからあのトーキーになっちゃうと使い物にならなくなっちゃう、あそういう仕掛けになってくるわけね、それでその映画を撮れってね、撮ったけどその、ジャズシンガーでワーナーが当たったから我々もトーキーで行こうってことになって、うん、そのトーキーでなんとかの王族の花嫁みたいなのやったけど、トーキーができない、とにかくもうダメになって、この辺からもうめちゃくちゃのところにマイクが置いてあるから鼻かめばチーンと音がしちゃう、で客はもうコメディのようにもう爆笑しちゃうんです、あそこで、もうお客が失笑なんですよね、あそれでもうどうにもならない、まあ、その前に言葉を直しに行こうと、陶器になるから、そこで踊るモーゼスっていうオコンナーと、ジンの、これは素晴らしいです、そう、この頃の個人芸はいいよな、そうですね、軍部でなくてね、この2人がこれだけ素晴らしいのに、最後あの12分間のブロードウェイメロディーってあそこには出てこないんですよ、あのドナルド・オコナーが、この映画の中で、そうです、本当は2人でやるはずだったのに、あの撮影が長引いて契約が切れちゃったんです、ドナルド・オコナーがそれで仕方があって、それで本当は2人であの12分のやつやろうとしてもできなくなったんで、あのブロードウェイメロディーってあのシロチャレシを連れてきて、それで作ったらしい、ね、あれあんまりよくねえな、あれ結構長い、長いね、でもそういう時は契約をじゃちょっと伸ばしてやりましょうとか、そういうのをしたらダメだ、ダメだ、ダメだ、でね、で今までやったその無声映画はダメで陶器でやるって所長が言い出して、はい、さっき言ったし陶器でやったけども、声がどうにもならなくて、声がどうにもならなくて、そうそうそう、俺とあの苦しいでしょ、苦しい、彼女は苦しいんじゃなくて規制なんだよね、うん、変わった声で、それで彼女がいたんじゃもう、で2人ジン・ケリーと恋仲だって噂をされてるんですけど、本当は好きじゃないの、ないんだからね、ケリーはね、で、彼女がいたんじゃこの映画を、ミュージカルにすることはできないと、
ミュージカルにしようって言うならそれならうまくいくだろうと、変なチャンバラだったんだけど、それでだからその声の悪い、女優に対し口パクで、デビー・レイノルズっていうジン・ケリーが本当に好きなまだ売れてない役者、彼女の声を当てちゃおうっていう、そこにジン・ケリーとデビー・レイノルズのこのサインが入った、デビー・レイノルズ、ちょっと明るくなっちゃった、ね、はい、おいおい、はい、それはすごいお宝だね、で彼女の声を乗っけるんですよね、その陣営芸って声の悪いのにね、それでこれでやればなんとかなるね、今日は記念の日ねって言うんだよ、それでグッドモーニング、グッドモーニングになる、もう今日なのよって流れになってグッドモーニングに入ります、グッドモーニングを後半だけちょっとやって終わって、それでアパートへ帰ってく、ジン・ケリーが、で雨に歌えば、そうそう、カルフォルニア、いよいよこれがまた、で本当は最後は彼女が歌ってる、デビー・レイノルズが歌ってるってことをバラしてあげるんですよね、見事に、で詐欺はね、でも裏話はその歌を歌ってのはデビー・レイノルズじゃなくて、声の悪い人が、本当の彼女が歌ってるんです、そうなん、本当は声悪いの演技で吹き込んでるのはデビー・レイノルズじゃないんですよね、ジン、ヘイゲンが歌ってるんです、本当は、なんだ複雑で分からないこんななっちゃってる、そうだからデビー・レイノルズが歌ってるように見せてるんだけど、デビー・レイノルズは歌えないから、規制を出してた人が吹き込みの時に本当に自分の声で歌ってるんです、あれは素晴らしい女優だったよね、だから規制というのは作ってるんですね、そういう話があるんです、それは裏話ですね、それは裏話です、あで、あれトム・シンプソンズ竹谷社長、まあはい、で、カリフォルニアは雨が多いから喉に気をつけて、あんまり雨が多いとは思わなかったけど、まあまあその、グッドモーニングからモーゼス、いやいや雨の歌い場へ入っていくまでずっとつなぎに豪華にご覧に入れます、30年も前、そう昭和20年代かしら、1952年、ね、ああそう、じゃあもう29歳と9歳、僕学生時代だ、とにかく思い出があるという映画それぞれありますよ、こんなシーンを覚えてるとか、これは全編私の体に食い込んできて一つも忘れたところはないわけです、すごいんだ、じゃあすごいんです、じゃあ何回ぐらい見た、何回って10回や20回見てる、10回や20回、それ、ね、映画館だよ、そうよ、パリ行った時にね、やってんだよ、シャンゼリゼをしょっちゅう左入ったところで、それでビデオを見つけたの、どうしようと思って、ね、買ったの、ね、まあ、ビデオ買いますよ、ただこれで映すのが入らないの、ソニーとか、であれはね、ハードとソフトの違いで、なんだろうな、何方式っていうの、パレ方式っていうの、パル、パル、これ買ってきましたよ、それでうちで見られるようになった、すごい高いじゃん、そこまで入れ込んでたね、この映画にね、ここからは診断ぶらりぶらりのコーナーです。さて高齢化社会と言われますが、ご年配の方は皆さん元気でグルメや旅行を楽しんでいます。こちらの4人の方の話はどうなるのでしょうか。それでは早速どうぞ。いや大体ね、年取ります、うまくなったね、すごいすごい、そうなの、あ今のはそうなよかったよ、でだけどね、みんなね年取っても元気で健康でね、若々しくいたいとみんな思ってるんだよ。俺思ってないもん。思ってない、じゃあ例外だよ。例外です。普通はみんな思ってる、そうでしょ。思ってるけども体力の衰え、記憶力の衰えね、毛髪の衰えね、そういうものが全部時間に来て、いやー年だなとこう言ってぼやく。毛髪の衰えなんてもう若いうちから衰えてる人いっぱいいるよ。いるけどね、上と下と両方あるんですよ、毛髪といっても。え、いやいや、だからすね毛、そこまで下行かないんですよ、中間ぐらい。それでそこに白髪があると、腹毛じゃない、腹の下で。いい、いちいち反応してるんですけど。それはもう衰えてる証拠だよ、いちいち反応するんだ。そうか、だけどね、下に白髪がね、入ってた、うわってこうなったりするんで。で、この本、これ今度出しました。俺ないよ、そういうの。え、割と白髪も少ないしね。それ染めてんでしょ。染めてるけど、やっぱ黒いとこ多いですよ。あ、そう、染めてる。下は下もないよ。でこれこれ。ちょいボケってちょいじゃない。うんボケでしょ。じゃあいいんだよ、いいんだよ、まだまだらボケように。はい、これ。これの。俺のとこに電話かかってくるとね、何にもできなくてただうちにいるだけでね。今日初めて夕方会ったあんたの電話が外部との接触の初めてだなんつってんだよ。それでこの本書いてるんですか。書きやろ、この野郎。書きやろ。で俺書くのには言うやろ。編集者呼び出すだろ。どこが見えないんですか。
わかんないよ、ね、先生どうやって書いてるんですか、ペンペンで書いてるんですか。違う違う違う、喋ったのを人に書いてもらって、うん、あ、うんうん、あ、だけど直すだろ、それ直す、最後直す、全部直した、字を3倍ぐらいです、全部こんなでかい拡大鏡で、こんなでかい、うん、それで大変ですよね、本一冊こんなでかいですね。みんな2にしてるんだけど、個人的な感想でね、年を取ったらね、いい地位ね、罪に済むのは地方か都心か、ちょっと待ってよ、地方老人って本の中身じゃないんだ、本の中身じゃないんだ、本の中身いいですか。それはおかしいです、本の中身は中身でしょ、それ本の中身って言っちゃってる、本は中身でしょ、年を取ったらね、どこが変化するか気がつかない、若い時まさかと思うことがあって、まず眠れなくてね、薬飲まなきゃ眠れない、一つ、二番目は足が上がらなくてね、家の中でも転んじゃうの、座布団に引っかかって、この後銀座で転んだの、銀座に座布団がよかったな。銀座は違うよ、あのほら、なんだよ、段差だよ、段差、それがボケてる職じゃないの。いや、だからそこまで家の中の話なんか銀座の話分かんない。三つ目はね、おとなしくなっちゃってね、うん、悪口とか批判とかそういうこともできない、全然嘘じゃん、今騒いでるじゃん、え、騒いでる、騒いで、さっきもすごい騒いでたよ、じゃ昔に比べればな、昔はすごかったもんな、人の悪口言って楽しくてさ、飯はうまいね、もう本当にモテてモテてな、眠れなくなると薬に頼るって、俺なんか昼間から飲んでるもん、睡眠薬、昼間はやめろって言ったじゃない、やめろと言ってもね、薬のこの不快さはやめられない、やめられない、だから不快さに入っちゃったからなのか、うん、自然にほっといても入るような年齢になったのか、うん、その辺は年齢だ、年齢だろうな、大体ね、老人のね、半分はお医者さんに聞いたら、半分はね、処方箋でね、睡眠薬ハルシオンとかね、マイスリーを出してるそうです、うんうん、だから我々は本当にそうですよ、2人とも薬に頼って生きてるんです。あ、そうそうですよね、眠れないんだ、まあ、俺はもうな、お前が弟子にした頃からも飲んでるな、はい、あ、そう、うん、老人前からです、老人前から、少年、少年の頃からそんな昔から、じゃあ今中毒だよ、まあまあ、でもね、先生なんか生まれる前から飲んでて、お母さんが飲んでちゃいら俺はね、若い時は眠れたんですよ、で年70ぐらいからダメになったんですよ、あ、うん、この間も威張ってましたよ、僕ね、そんな陳平先生の言うようなこと一つもないって、当たり前だって、70までは大丈夫だって言ってました、うん、だから若いと思って、年取らないと思ってんだよ、吉村君、まあまあそう思うよ、普通だし、白木さんなんか絶対あれでしょう、老人のことなんか分かんないでしょ、いや、それ分からないですよ、まだだって40の半ばですもん、ね、街を見るとね、すごい人たちが歩いてるね、杖、うん、にすがったり、そうそう、車にすがったり、両方へすがったり、いや偉いよ、張ったりね、上着の尻尾へ捕まったりね、そこまで知らないけど、うん、なんかさ、お年の方は車をこうしてるのね、だからあんなの邪魔で、知らないけど、そこまで知らなかったってのはすごいね、だからさ、だから元気なんじゃないですか、元気そこまで知らなかったってことは知ってるやつが、せっかくこの本を宣伝しようと思ったんだよ、これは買わなきゃいけない、天皇陛下が推薦してるんですからね、だからね、初めての老後って二度目の老後ってねえよ、いや違う、そういうね、浅い意味で取っちゃダメだよ、あ、そう、老後は誰にも初めての経験で分からないことが多すぎるよと、それで戸惑うよって、白木さん、老後はやってみなきゃ、すみません、質問していいですか、はい、老後はやってみなきゃわからないって、老後ってのやるもんなんですか、うん、生きるという意味です、あ、老後を生きるというのはそんな甘いもんじゃないと、ね、この放送が終わった瞬間、うん、本屋もう人がうわーって言って、っこの本をよこせーっつって、大師匠の本みんな買って帰っちゃったから、わざとらしいんだよ、成果の後みんなこの本を持ってよもうで、で雨に歌っちゃう、志らくさん、結局こうやって壊してね、俺の足引っ張るんで、みんなで、いや私いいですよ、訴えてないよ、おとなしくなる、そう、悪口や批判をするパワー衰えるって、そうだよ、どこ衰えてるんですか、衰えたよ、昔だいたい柔らちゃんなんて、あの全然衰えてない、あの恥知らずな、本当になんていうのかな、ねね、バカ以外だよ、人間じゃないよ、あれ日本人じゃないよ、あれ、ね、こういうくどいのもね、年寄りの証拠なの、いやそうじゃない、我々のルールなんだよな、誰が作ったんだよ、ダメ押しをかけるっていうのは我々のルールなんだよ、ダメ押しか、そう、だから近頃、貴重のババアが出てこないと寂しいからなんてそうか、そうな、だからどっかで貴重のババアも出さなきゃいけないんですよ、となるとこれはちょいボケはだんだ、俺だけがちょいボケや、そうだ、家元はちょいボケじゃないんだね、まだ違うんだ、精神不安定な
どうにもなんないよもう、ね、結局ねこういうね今日はこういうねちょいボケ瞑想来てこの話しようと思ったんだよ。単にほぼ宣伝しちゃいだけでしょ。いやそうですよ、本音はそうです。それじゃあさ、うん、本音はそうだっつ15秒でさいくらっての買ったらどうの、うん、MX の番組を。すいませんでした、お騒がせいたしまして。じゃあこれで引き下がりますから。はい、野瀬の本会、はい、本会野瀬の本会、うんうん、そういうその男子の本会ってクソなんてやんか、ほら梶山敏行が言ってたけどね、うんうんうん、まあまああの、なんだ焚き付けぐらいにはなりますか。焚き付けってのは言わないね。古いな焚き付けだって。死神にもならないね。弁当すわけにいかないし、しょうがないのこれ買って。ま、もうかだから10冊買って枕にするとか、ね。終わり。終わり。ここでプレゼントのお知らせです。来年喜寿を迎える野添陳平氏がちょいボケ瞑想記を出版。人間関係からお金のことまで自らの老いの体験を踏まえ老後を明るく楽しむコツが満載です。番組をご覧の皆様の中から抽選で10名様にちょいボケ瞑想記をプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上ご覧の宛先へはがきまたは電子メールでご応募ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あっという間にお時間となりました。男子陳平の言いたい放題いかがでしたか。最後は家元の締めのジョークをどうぞ。おい、誠実な人間を金で買うことができるかね。わからねえけど少なくも売ることならできるぜ。コードジョークでしょ、ね、え今までやってたら全部きれいによみがらせ、清掃しすがやかにしたところで来週、うん、大体あの柔らってな